はい、どうも、こんばんは、カズチャンネルのカズです。さて、私の動画を見てる方ね、気づく方は気づいてたんですけども、実はですね、僕のお気に入りのバックパックですね、こちら最新モデルの方、ここですね、2、3ヶ月ぐらい使ってるんではないでしょうか。このスーリーのバックパックをですね、新しくレビューしてくださいという情報が入りましたので、今回こちらですね、新しくなったスーリーのいいとこ、そしてデメリットですね、両方ご紹介したいと思います。では早速本日も行ってみましょう。はい、私が持ってるモデルがですね、32リットルバージョン。こっちがですね、新しいやつで、こっちがですね、旧式の、バックパックとなります。まずですね、良くなったところを見ていきましょう。今回良くなったのがですね、こちらでございますね。この外側でございます。次ね、ちょっと古いやつも開きますよ。よっこらせと。はい、こちらわかりますか？ポケットの数がですね、全然違います。以前はですね、この小物入れ、ポケットが1、2、ほんでここにチャック付きが1つ。まあ、あとね、特に仕切りはございません。でもですね、今回のモデルはここにチャック付き1つでしょう。さらにはですね、ここがちょっと細かくなっておりまして、小さい入れ物が2つ。そしてここにペン入れが2つ。この内側もこの2層に分かれておりまして、さらに言うとここにもチャック入れ。もうここだけですね、かなり使い勝手が良くなりました。他ですね、外観上もちょっとパッと見が変わってきます。以前はですね、こちらについてるこのハードケースボコッと出てる部分があるんですけども、これがですね、最新モデルはこう内側ですね、ほらフラットでございましょう。こちら開けるとわかるんですけども、内側の方にですね、ボコッと出ることによって、こう比べると見た目がですね、かなりスッキリしたような感じでございます。またですね、こちら PC を入れるところなんですけども、以前のやつはですね、もうどこも深いんですよ。だからですね、こういったタブレット端末とかを入れるとすごいね、奥の方に入るような感じだからね、ちょっと深かった。ほら、上から下までもですね、20センチぐらいあるでしょ。でもですね、こちら最新型ですね。こちら最新型こう入れますと、ちょっとわかりにくいと思うんですけども、ほら、ちょびっとですね、この5センチ分ぐらいが取り出しやすくなっております。これわかるかな。ここがね、一番の底なんですけど、ちょっとね、上げ底になってるんですよ。これがですね、タブレット入れとなっており、気軽にですね、スッと取り出せるようになっております。他良くなったポイントといえばですね、サイドポケットでございます。これね、ほんと地味な変更点なんですけども、以前のやつはね、このポケットの入れ口が狭いんですよ。だからですね、例えばこれ、これ2つ詰めるのにですね、ほら、よっこいしょ。もうね、この1個がね、もうね、ほんと無理なぐらい。本当に入らない感じなんですよね。しかしですね、現在のものは、ちょっとね、入り口が広くなっており、またね、ここがね、ちょびっと伸びる素材に変わりました。だからですね、これペットボトル2つ分ぐらいですね。こう入って、こんな感じでスルって入る。すごいですね、ここの横の収納能力がアップしたと。ただですね、良くなったのはこのぐらいでございますね。逆に、悪くなっている部分もございます。ではそちらの方確認してみましょう。こちら以前のやつはですね、ここの収納がね、素晴らしく良かった。ほら、こんな感じでジャンプとかもですね、かなり、スコスコ入るような感じ。でもですね、今回のやつはもうこれがね、まず邪魔なんですよ。なんかね、ロック付きになっちゃって、しかもね、これ結構外れやすい。またですね、外の収納、ほら、これがね、ほんとね、ジャンプがね、もうギリギリ、なんとか入るかなぐらい。もうね、これ以上の雑誌とかはですね、ここにパンと挟むことができない。こっちだったらね、気軽にできたのに、もうこっちはできなくなってしまいました。他にですね、内側の収納になると、まあ、確かにですね、ここ、ここの収納は広がったんですけども、まあ、実際ですね、外国とか行ったりすると、ここの収納がね、一番危ない。鍵もかけれないし、ここ一番気づきにくいからね、背中に背負ってる場合は、ここにまさか貴重品なんて入れてられないよね。すごいですね、ここカッターピッて入られてパクられてしまいます。だからですね、この内側、この背中に近い側のところにですね、貴重品入れてたんですけども、今回ですね、ほら、パソコンとか、タブレットは入るけども、小物入れがない。でもね、ちょっと前回の覗いてみましょう。はい、前回の確認すると、ほら、内側の方にですね、こういったポケットがあるんですね。これがね、すごい便利で、今のものだとですね、この外側と、もう一個ね、内側の方にあるんですけども、こう開いたりすると、ここになんか物入ってるとすごい重いんでね、ダラーンとなってしまって、スマートにここの取り出しができない？それに比べてですね、ここだと、
ほぼほぼですね、ダラーンってなることないからね、すごいね、物の取り出しができたんでございますよ。そこはね、ちょっと残念なポイントでございます。そしてですね、こちらですよ。見た目がですね、かなりこれスッキリしたんですけども、これ内側に出っ張ってしまいました。これがあると不便です、本当に。それはですね、中にいっぱいの詰め物をした時によくあるんですけども、よっこいしょと、よっこいしょと。よし、こんなんでいいかな。それでですね、上少しだけ開いて取り出したいって時あるでしょ？そういう時にですね、ほら、もうわかります？この面がですね、一番出っ張ってるからね、ここでね、一回引っかかるんですよ。こんな感じで。ほんとね、ちょっとした差なんですけども、この入り口の口がですね、こっち側についてるから、自然とですね、この物を狭い口にした時に、こう、引っかかってしまうんですね、ここ。ここで引っかかってしまう。まだこのチャックがですね、こっち側、この内側についてたらですね、引き出す方向がこう来るから、ここに当たることはないと思うんですけども、ここ、この面に近いからね、結構な確率でこう、引っかかってイライラすると。そこがですね、またデメリットでございます。それで次ラストでございます。まあこれがね、一般的なもんなんですけども、まあ底面にはですね、これ何にもありません。最新のものは何にもないんですけども、実はですね、こちら旧式。旧式のやつはですね、実は、この一番下の方にですね、隠しポケットがあるんですね。まあ、別になんか隠してるわけじゃないんですけども、これってね、すごい独立してるから、なんかね、取り出すときに便利なんですよ、ここのポケットって。それがね、最新式じゃなくなってしまってる。それもですね、また残念なポイントでございます。あ、ただですね、最後これ、いいポイントとしてはですね、背負いやすくはね、ちょっと背負いやすさがアップしました。なんかですね、フィット感が、以前のものよりかね、良くなってるからね、背中がですね、ちょっと痛くなりにくくなったような気がします。あとですね、これ、数理、二つのポイントなんですけども、まあ、防水仕様でかなり頑丈。永久保証もですね、ついてるみたいなんですけども、以前のやつはですね、いくつかもう壊しちゃってるんですよ。こちらはですね、ちょっと弱くて、見えておりますか？ここね、ちょっと穴開いてしまいました。なんでもですね、ここ詰めてると、まあ、摩擦とかなんとかでですね、ここら辺はね、他にもちょっとダメージとか来てる部分あるから、ちょっと弱い材質なんだと思います。またですね、こちらの部分についても、なんかね、ここの引っかかりが無理したんかわかりませんが、はい、こんな感じでですね、もうすでに1個、早くも穴開けてしまいました。めちゃめちゃですね、頑丈というわけではないみたいです。はい、とまあ、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか？まあ、結論から言うとですね、感ではございますが、旧タイプの方がですね、いいです、これ。最新タイプはですね、見た目は良くなってるんですけども、ちょこちょこと使いにくい点が出てきております。ここら辺ですね、数理の方、見ている方いたらですね、ちょっと考えていただけると嬉しく思います。ただですね、これ、バックパックとしては、私今まで何個か使ってるんですけども、最高にいいです。本当にね、これ一つで海外一週間一ヶ月ね、楽に過ごすことができる。もうほんとね、僕旅行とか、出張行くときはね、もうこのコラパン一つで出かけるようにしております。ではですね、最後にこちら気になるお値段なんですけども、約17,000円となっております。こちら商品購入ページにつきましては、下の説明欄、概要欄の方に貼り付けておきますので、もしよかったら見てみてください。以上ですね、スーリーのバックパック、新旧比較してみたの紹介でした。いやー、それにしてもね、よく僕これ新型にしたの気づきましたね。いやー、視聴者の皆さんすごい、すごいわ。ではですね、今回の関連動画といたしましては、私の旅グッズね、こちらの方に貼り付けておきます。ほんで、こっちの方ではですね、スーリーのバックパックレビューですね。そして最後にこちら、カズチャンネルでございます。こんな感じでね、レビュー中心の動画チャンネルとなっております。もしよろしければ、こちらの方からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方はですね、下の概要欄の方に、登録ボタンやこちら、関連リンクでございますので、もしよかったら見てみてください。ではまた次皆さんお会いしましょう。